香り。しゃがっつりいってます。スタラバチャンネルやで。はい、皆さんこんにちは。スタラバチャンネルの古賀です。ということで今日はまた淡路島に来てるんですけども、この明るい時間は調査も兼ねてインクちょっとやっていこうと思います。夕方のマズメですね。そこから太刀魚をやっていきたいと思うんですけども、まあ大体もう終わりかなっていう11時頃近づいた時にちょっと場所を移動して、でまたエギングをね少しやって今日は終了しようかなと思ってます。ちょっとね風吹いてるんですけど、影響するほどの風も吹いてないんでやっていきたいと思います。それではルックフィッシング。使ってね抱いてくることがないんで様子見てるような感じなんですよね。まあ、信号ですけどね。まだちょっと厳しそうで、太刀魚メインでとりあえず今から釣ってからブルーオブでアオリイカ狙っていこうと思います。出るやん。で沖で糸ピュンって巻いてエギングの時みたいに、うん、でホール刺しとくのなかんとなら当たってる、うん、沖におるわ。まあ、当たったけど取られたな。なかなか今日は渋いな。おかしいな、うん、当たらんな。さっきまで、うん、おるんはおるんと思うよ。
あれ紫のやつさ、ちょっと重たいね、なんかこれより合わへんわ、あんま。なんでかな、誘いが合ってへんのやろな。ちょっとね、キャストして待ってみます。今ね、誘って巻いてきても全然当たらないんで、ちょっと様子見でこのままホールさせてみます。当たらんな、持ってるような感覚あんねんけどな、太刀魚が。今日はなかなか渋くて一筋縄ではいかへんかな。さっき一本釣れたんですけどね、巻いてる層が違うのかな。厳しいな、今日は厳しいかも。太刀魚がおらんっていうことは煽り日和かな。いや、っていうかね、むしろいると思うんですけどね。さてさて、はい、3本目に向けてやっていきましょうか。3時間投げ続けて1本来ました。お、ちょっと太いな、8カウント飛車がすっきりしてますわ、これで。途中で重たくなったんで、これはバレ、これはもう太刀魚をついとるなと思って、そっから巻き方変えて、うん、乗せる方向に。まあまあ3本やけど太くなってる感じ。キラ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 、いい感じ。やっとこさです。諦めんと投げて2本目。こういうね、渋い時もやっぱりある。ちょっと太刀魚成長してる感じでね、とさ自体はね3本とかなんですけど、幅がね太くなってきました。ちょっと成長したのかな。続いてくれたらいいけどね。どうやろうな。お、なんか重たくなったぞ。ついてきてるかな。太刀魚これついとんな。なんか変や。よっしゃ。よし。じゃあ持ったり、ほい、よいしょ、いい、ダブル、2本いっぺんに釣れましたね。今日はめっちゃ厳しいけど、今ようやくなんか当たるようになってきたかなって感じやね。そろそろ鬼締めしようかな。今4本、まあとりあえず今釣れてるから釣ろう、後でやな。じゃあ次行きましょう。電気消します。かなり微妙な食い方してくるね。でもこないだ動画撮った時と比べたらもう全然、ちょっと結構テクニカルな感じで誘って合わせ入れる感じなんで、まあしっかり追わせないとダメですね。で個体数もねちょっと少ないような感じはしますね。今だいぶ厳しくなってる、こないだと比べると。よいしょ、来た。めっちゃ微妙、ほんまにちっちゃいあたり。おお、よいしょ、踏ん張っと踏ん張っと、仕上げる。今回ちっちゃいかな。あ、かわいそうに目がつぶれてる。なんかやっと回ってきた感じやね。頑張って粘ってよかった。太刀魚が天矢を持ってる時っていうのは、天矢の重みをロッドに感じてない状態になるんで、慣れてくると太刀魚が天矢についてるかどうかっていうのが分かってくるんで、そうなってくると一定に巻いて追い食いさせるか、もしくは違ったきっかけで針に乗せるか、まあ、いろんな誘いもあるし、いろんなパターンで乗せることもできるんで、一概にはね、その方法っていうようなコツというか、まあ言えないんですけど、一旦ちょっと落ち着いたかな。鬼締めしていこうかな。こんな感じで血を入れて、あとは海水をこの中にぶち込む。よいしょ。じゃあ入れていきます。こうやって冷やして冷海水を作ってあげる。
ペットボトル中に氷作ったやつがベストですね。袋の氷だと穴開く可能性あるんで。さっきの魔の2時間半に戻った感じ、当たりがまた遠のいた。多分いるにはいると思うんですけどね、なかなか口を使ってくれない。なんかのタイミングに食ってくる感じかな。異常なしやな、当たらんな。当たらんしついてこうへんしやな。こうなると困る。なんかの加減で捕食モード入ってくれたらね、食ってくると思うんですけど、様子見てんのかな。この渋い中、あげました。ちょっとね、堤防の上上がって、で狙ってたら来ましたね。結構ズドーンっていい当たりしました。めっちゃええ当たりやって、まあ一緒ぐらい根掛かりしたかな思った。こんぐらいあれやった。うん、一本持って上がった。上でやろうか。風強いで、うん、結構全然やな。当たった。当たる。うん。こんな連発するような当たりもないな。今当たりましたね。乗らへんな。と餌見てみましょうか。大丈夫やな。だいたい20秒ぐらいでね、底つくんで、18カウントぐらいね、して巻き出したら、ちょうどいいレンジでいけるみたいなんで、と今回当たらへんな。餌は大丈夫。ガンガン当たってたのに。まぁ、ちょっとね、後ろの通行人がいたんで、合わせれなかったです。まぁ、仕方ない。おかしいな。あの一本だけやな。ちょっと風がきつくて、エビング厳しいかもしれんな。風裏みたいなとこがあればね、いいんですけど、ちょっと当たらんな。はい、ということでね、仕掛けの方ちょっと変えてみて、今からエギングやってみようかなという感じなんですけども、あえて手元を光当てるために電気つけてやりますけどね。本当はアオリイカするときは海を照らさない方がベストです。まあ誰も周りにいらっしゃらないので、迷惑にならないので、まあできるだけ海に光当たらないようちょっとやっていきます。夕方ね、エギングしてるとき進行影は見えたんでね、いるとは思うんですけど、どうかなっていうとこですね。今日はなんかどっちつかずみたいになってしまいそうだったんで、ちょっとどっちかといえばメインがタチウオになってしまったんですけど、今日はアオリイカの方は、まあ、エギングですね。エギングはちょっと様子見ということでね、今度また改めてエギングのみでね、兆候を迎えたいと思います。チャクった後ステーさしてたら持って行ってくれるはずなんですけどね、当たりが出ないんですよね。全然当たらんな。なんかちょっと今触ったような気がする。イカパンチかな。エビになってます。この子もね、結構長い間頑張ってくれてて、ボロボロですけどね、よく仕事してくれます。まあ、別にね、潮のせいにするわけじゃないんですけど、あんまり今日よろしくないですね。タチウオも今日は何本やったかな、6本か7本釣れたんですかね。なんかね、食いが悪いんですよね。多分ね、いけるとは思うんですけどね。エギングはね、まあ淡路島のルール上、9月20日以降なら釣れたらね、持って帰ってもいいよっていう決まりなんで、それ以降また来ようかな。今日は釣れてもリリースします。当たらんな。夕方の進行はどこに行ったんですかね。まあまあいいサイズの進行やったんですけどね、まあ、今日はあえてちょっと調査なので、いるのかいないのか覗いてみましょうか。 あれそうちゃうかな、うるっぽいけどな。今の多分そうやと思うんですけど、本当はね、海照らさないでくださいね。エギングするときは警戒するんで、アオリイカがあくまでいるかどうかの調査です。姿はそれっぽいのはあるんですけどね。おかしいな、多分これイカやな。反応して寄ってきてるな。
ってきてんのに。まあでもこれでね、かけてもせこい釣りになるんで、電気消してやったらね、そのうち抱くと思うんですけど、まあ持って帰って食べないのにね、釣ってもかわいそうなんで、足がね締まってしまったりして捕食できなくなったりしたらダメなんで、今はねしっかり育ってもらわないと。今日は星が綺麗ですね。いっぱい星がある。やっぱ淡路島空気綺麗やね。それにしてもシビアやね。これ巻き切ったら今日はエディングもう終わろうかな。ちょっと厳しそうですね今日は。イカパンチもないもんな。不思議やな。なんかここ何年かアオリイカ渋いですよね淡路島。まあ一級ポイントもしかしたらどっかあるんかもしれないんですけど、巻き切ったら終わるとか言っとってもう一回投げてしまった。まあ、これでね本当に最後にしようかなっていう感じです。でこれ終わったらもう一回ねちょっとタチウオ様子見てみようかなと。こうね秋に入るか入らへんかタイミングってね、アオリイカとタチウオとね時期が被るんでね、どっちやろうかなっていう感じですよね。獲物が多すぎてあかん。じゃあリーダー結び替えてもう一回タチウオやって釣れるかな。わからんけど、まあどっかのタイミングでタチウオは釣れると思います。ということでね、ライン結び替えてタチウオ店やまたやってるんですけど、もうね結構風もビュービュー吹いてて当たりがボケてしまうんですよね。ラインは持っていかれるし、そろそろ今日はお開きにしようかなと思っています。まあイカもね一応夕方姿は確認してるんで、暑かすぎたらねまた食おうかなと思います。これがタチウオ最後の一頭になりますけど、全然当たりが出ないですよね。今動画回すまで何頭かしてたんですけど、かかってくるような当たりも出ないんで、なんか今日はもう厳しそうな感じですね。時間も時間なんで今日はこれで締めようと思います。ということで最後までお付き合いありがとうございました。この動画がねいいなって思っていただけた方はグッドボタンとあとチャンネル登録よろしくお願いします。ということでまた次の動画でバイバイ。はい、最終的に 1,2,3,4,5,6,7 本でした。今日はね渋かったんで、まあまあ上出来ということで、これで今日は終わろうと思います。最後までご視聴ありがとうございました。未登録でご視聴いただいている皆さん、登録お願いします。